こんにちは、イヤホンの浜ちゃんです。本日は大阪日本橋店の、ベランダ、事務所の屋上の方に来ています。本日ご紹介いたしますのは JBL の Bluetooth 防水スピーカーチャージ3です。はい、このチャージ3なんですけども、以前のチャージよりもよりでかくなっています。50mm のドライバーを2枚搭載しています。パッシブラジエーターも搭載しています。さらに低温と、クリアさにキレが増したような印象のサウンドです。でこちらの防水のレベルなんですけども、なんと IPX の7、 IPX7 というとですね、これも凄まじいです。以前僕はあのスピーカーに水をかけたりとかしていましたが、この JBL チャージ3は沈めても OK です。やっぱりですね、夏ともなるとスピーカー水に沈める動画増えますね。この通り水に沈めても全く問題ありません。バッテリーに関しまして 4.5 時間の充電で最大20時間のワイヤレス再生が可能となっています。しかもこちら裏の方、はい、この裏の方なんですけども、充電する USB の口がついています。モバイルバッテリーとして使えます。またこちらのチャージなんですけども、JBL 公式アプリ JBL コネクトを使うことによって、同時に2台のチャージ3を使ってステレオ再生することができます。つまり Bluetooth なのに、まるでシステムのサウンドシステムのしっかりしたサウンドシステムのような、ステレオのサウンドを楽しむことができるということです。いかがでしたでしょうか。JBL のチャージ3の方をご紹介させていただきました。ちなみに今流れている音楽はガレージバンドの自動演奏の曲をずっと流しています。なかなか低音が、力強くてシャープな切れ味のサウンドになっていますので、ぜひこの夏は、モバイルバッテリーとしての機能も持つ Bluetooth 防水スピーカーチャージ3の方をお試しください。以上、大阪日本橋店の屋上から、浜ちゃんがご案内させていただきました。さようなら。